皆さんこんにちは。今日はツォルンの補題ということについて説明していきたいと思います。ツォルンの補題っていうのは、選択コリと同値な命題ですね。同値な命題というのはどういうことかって言ったら、A という命題、選択コリを A という命題としたときに、B を、ツォルンの補題だとしましょう。その時に、選択コリを仮定すればツォルンの補題が導け、ツォルンの補題がから、選択コリが導けるという、こういう関係になっているものを、同値な命題と言いますね。で、同値になってるわけですね。で、だから選択コールとほぼというか同じ内容を持つものと考えることができるわけですね。で、実はですね、選択コールよりも、このツォルンの補題の方が、使われる確率が高いというかですね、特に代数とか集合とか、写像の、定義域を拡大するなんていう時には、このツォルンの補題がよく使われるわけですよね。でもですね、実は、選択考慮を習った後ツォルンの補題を、習うと思うんですけれども、このツォルンの補題はすごく分かりづらいんですよね。この、補題の、今からこれ述べるんですけれども、初見においてはこれ一体何を、言わんとしてるのかっていうのが全く分からないですね。そのまず第一の理由はそこのツォルンの補題で使われている用語が、ちょっといろいろ複雑で分かりづらいっていうのもあるわけですね。で、それを理解したとしても、じゃあ一体これどうやって使うのかっていう問題が出てくると思うんですね。で、今回はですね、このツォルンの補題のまず補題の全容を、用語を詳しく説明しながらこんなことを述べているんだということを、しっかりと、述べていきたいなと思います。で、じゃあツォルンの補題はどういう命題なのかっていうことをまず言いますね。その前ですね、選択公理っていうのは集合がなんかいっぱいあって、無限にあって、で、そこから弦を一つずつ取ってくればそれが新たな集合になるよっていうことで、すごく直感的にイメージしやすいんですよね。で、かたやこのツォルンの補題っていうのはすごくイメージがしづらい、というのが悩ませる原因の一つになっているのじゃないかなというふうには、思っております。じゃあ一体ツォルンの補題はどんな、命題なのかっていうことを述べます。で、まずいきなり X が、順序集合、順序集合など、用語の説明については後で行いますね。で、順序集合で、全て、X の、全順序部分集合が上階を持つならば、ここまでが仮定ですよね。 X という順序集合があって、その全順序部分集合が X の全てですね、 X の全ての全順序部分集合が上階を持つならば、ここが結論になるわけですね。X は、少なくとも一つの極大弦を持つと。この、少なくとも一つの極大弦を持つということが、結論になるわけですね。とするとこれさっぱり分かりませんよね。こういう、選択公理のような、こういうような集合が作れますよ。無限集合からそれぞれ弦を取ってきたときに、無限集合が無限、あったときにそれぞれの一つずつ要素を選んで集合が作れますよっていうのとはちょっと一見すると違う、いろんな言葉が入り乱れて、戸惑ってしまうっていう感じになるんですけれども、じゃあまず一つ一つ用語を説明していきたいと思います。順序集合っていうのは何かって言ったらば、順序が入ってるってことですね。順序ってどういうことか、代償関係と思ってくれればいいですね。だから不等式に代表される、自然数とか実数においての 5は、6よりちっちゃいとかね、こんな感じですね。で、これと同じように、X の弦に対して例えば A という B という弦があったらば A は B よりちっちゃいか、A は B より大きいかっていうような、関係性が入ってると。ただ順序集合っていう場合には、ですね、必ずしもこの、2弦、比べられない弦があっても良いということですね。例えば A は B で
B は例えば C と B, あ B は C よりちっちゃいっていうような関係がなっていても、例えば A と C は、なんか比べられないっていうような関係になってても順序集合の場合はいいです。ただまあ全順序集合っていうことになってきますと、全ての2、全順序集合っていうのは全部の弦が必ず、こういうように、同じ、大きいかちっちゃいか、まあ、自分自身だったらまあ同じイコールっていうことなんですけども、っていう関係になってなくてはいけないというわけですね。だからまず最初の前提として X っていうのはまあ順序集合ではあるけれども、必ずしも、2弦が比べられないような弦があるかもしれないけど、まあとりあえず順序集合だとしましょうと。でその中で全順序部分、順序がつく部分集合があって、さらに上階を持つならばっていうことですね。でこの上階を持つっていうのはどういうことかっていうとですね、まあ X っていうのがまあ数直線みたいなイメージで書くとですね、この集合が、例えば A っていう集合があったとしますね。この A っていう集合が全順序分集合だとします。そうするとこの A っていうのは全てのこの A の含まれる全ての弦っていうのは、順序がついてるわけですから、まあちっちゃい順にとか、大きい順とか並べることができる、まあ、もしくは比較することができるわけですね、2弦がね。でその弦に対して、上階持つっていうのは、例えば α が上階だとしたらば、この2位の、A の弦に対して α は常に、でかいというような、関係がなっているときに、この α は上階だということですね。に対して、こういうような、まあイコールもいいんですね。うん、だから上階っていうのは、まあ、例えばこれを数直線のようにこっちに、こっち側に行くと右側に行くと、まあ、大きいっていうふうに考えると、必ずまあ α のような弦があるよと、うん、もしくはこの α っていうのは、一つだけじゃないかもしれないですね。 α に該当するような上階の弦っていっぱいある、もしくは、この A の一番先端部分にあるかもしれない。そうするとこの、イコール大なりっていうのが成り立ちますけれども、そうした時にこの α はまあ最大限であるなっていうふうに言ったりもします。さあ、ここまでが、この補題の過程ですね。で結論として、極大限を持つと、順序集合であって全順序部分集合が、まあ、こんな α が存在する、必ずどんな A、全順序部分集合に対してもこういう α、 A より上にあるような、A より大きくなるような、 A の弦より大きくなるような α が存在していた時に X は少なくとも一つの極大限を持つと。でこの極大限っていう言葉が、まあ、ちょっと分かりづらいんです、これを説明していきたいと思います。で極大限、例えば X のラージ X の弦数、スモール X0 っていうのがまあ極大限だとしましょう。じゃあ極大限というのはどういう弦ですかって言ったらば、X の弦 A に対して X0 より大きくなるような弦 A っていうのは、こうですね、存在しないというような、弦が極大弦ですね。ここでなんか最大弦とか上階などと、区別がつきにくくなってしまうわけですね。でこれをちょっともうちょっと、分かりやすい図で説明しましょう。で X を、こういうふうに書いていますね。どういうことかって言ったら、例えばここに、A という弦があって、ここに B という弦があったとします。この時に、まあ、上に行けば行くほど、まあ、大きいと、まあ、だから順序がついてるってことですね。A のが下流ですね。これ川と見れば下流の方、上流の方が下流より、大きいというふうに定義すると、 A は B よりちっちゃい、まあ、B は A より大きいということですね。でこの時に、C っていうのは、C はまあ B よりこうやって川をたどっていくと、上流に当たるので、C は、B より、C は B よりちっちゃいんですけれども、 A と C っていうのはこれは、比較できないわけですよね。
どっちが大きいというふうに言えないわけですから、これはだから X っていうのはこの順序集合、いわゆるその全部の弦が、こういうふうに代償関係がつくわけじゃないということのいい例になっていると思うんですね。で、じゃあ先ほどのですね、上階を持つ、例えばここに A っていうのがあったときに、あら、そうですね、この α が上階でもあるし上階でもあるし、でこの A の一番先端部分、ちょっと見づらいですね、これも α っていうのが上階になってるわけですね。で最大限は何かって言ったら、まあこの場合の最大限は、あ、ごめんなさい、極大限ですね、極大限は、星にしましょう、ここになるわけですよね、例えばこことかだと、絶対ここ、これより大きい弦があるわけですから、ただそうするとこれはまあ最大限にもなってしまうわけなんですけども、ただこういうふうに、なっていたときに、ここは極大限ですね。なぜかって言ったらば、こういうところよりは絶対大きい。ただこっちになってくると、 この極大限とここら辺の限っていうのはもちろんこともそうなんですけども、比べることができなくなるわけですから、まあさっきの定義においてですね、この極大限よりも、大きくなるような限っていうのはこの X 内には存在しないということが言えるわけですね。ただまあ最大限かと言われると、ここら辺はもう、比べることができないわけですから、まあ、ここだってそうですよね、最大限にはなってない、まあ、これが極大限のイメージですね。こういう孤立したところで、一番、大きくなってるみたいなイメージっていうのが極大限ですね。さあこれでちょっとイメージができましたかね。ただまあこれは、ソルンの補題の、言ってる内容をイメージするのは、この図はとても適当なんですけど、実はまあこんなものはそのソルンの補題で、使うことはないわけですね。じゃあ一体何を使うのか、どういうような、場面で使うのかって言ったらば、集合ですね。集合が例えば、A と B と C っていう、 A 集合があって B 集合があって C 集合があって、A は B に含まれて B は C に含まれてる、これ C ですね。この時に、A と B はB の方が大きいよ、 B は B と C を比べたら C の方が大きいよっていうような順序がつけることができるわけですね。でこの時に、ソルンの補題っていうのがとても有効であるということが、分かるので、次回それについて述べていきたいと思います。